男性と女性。男性とは何か、女性とは何か。で、男性というのは男、そして女性とは女。男と女と言いますけれども、これが何なのかわからないんですね。何なのかわからない。私は女性なんだとか、私は男性なんだとか言いますけれども、男性という意味がわからない。男の性、女の性と書きまして、男性、女性と。で、神は中性だと言われてますね。中性。神は中性だと言われているわけです。で、男性という意味は何かと言いますと、この男性原理、男の原理というものは、原始は男の原理なんです。で、電子は女性原理なんですね。で、原子という男性原理と電子という女性原理、すなわち、ここはプラスとマイナス、プラスマイナス。で、この男性のことを陽性と言います。で、女性のことを陰性と言うんですね。すなわち陽極と陰極の結果が我々なんです。で、聖書の中に霊と水とによって生まれなければ神の国に入れないと言ったんですね。この霊ってものは能動原理なんです。男は能動原理、女は受動原理、受け身という意味でございますね。すなわち、宇宙には原子というものと電子という女性原理があって、その2つが結合した結果が人間なんです。物質なんですね。だから物質というものはその原子と電子によって存在していると。で、我々ものが存在しているのは何があってものが存在できるかというと、原子と電子がなければできないんですね。物は存在できないわけです。で、私たちは必ず物ができるためには何があるかというと、聖交というのがございますね。聖の交わり。聖交しないで物が生まれてくることはありません。聖的交わりによって物というのは誕生して生まれてくるわけですね。その性行為というのは非常に不純なもののように皆さん考えていますけれども、一つの創造の原理でございますね。ものを作り出す原理でございまして、決して皆さんの考えているような汚いものとかそういうものじゃないわけです。汚いものだと。もちろん性行為にも汚いものもあります。動物みたいにあれこれとやることじゃないわけですね。それはただ肉の快楽のために成功というものがあるんじゃない。成功の目的は創造の原理でございますから、ものを作り出す原理でございます。だから鉱物、植物、動物にも全部能動原理と受動原理があるんですね。だから石にも陽石と陰石が存在しているわけです。植物には雄しべと雌しべが存在するし、動物にオスとメスとが存在し、人間には男と女が存在していると。で、性的交わりというものが存在して、物と宇宙というものが創造されているわけですね。性交というのは受の如くでございます。性の交わりでございます。男性と女性との交わりなんですね。だから私たちもお父さんとお母さんの性交でもって生まれてきているわけです。その時にどういう具合な状態で人間というものが生まれるかというと、男性の精子は原子なんですね。で、女性の中にある男子というものは電子なんです。そこでその原子と電子の結合でもって物というのが存在する誕生してくるわけですね。だから私たちは何から生まれてきたかと言いますと、原子と電子から生まれてきてるわけです。で、この電子のことを水という名前で聖書には歌われてるんです。水様質量と言いまして、エーテル質量とも言いますけれども、その質量という意味が水、すなわち原子なんです。